this is a Deep Purple song called When a Blind Man Cries. The world's heaviest heavy metal magazine, Burn, presents Kosakai's Heavy Metal Syndicate. New tracks, unreleased, retro, hottest live, thrash, hardcore, rock and roll, progressive rock, and much, much more. Heavy Metal Syndicate,
the program for heavy metal maniacs. The program is on air from coast to coast, all in all, 27 stations across the nation.浮かれてんじゃないよ。さあ、そういうわけでございまして、ヘビーメタル新事件。浮かれてねえよ。浮かれる要素がないわ。何の話だ、これ。さあ、そういうわけでございましてですね、うん、もう8月でございますよ。はい。早いですね。早いですよ。今週の1曲目はですね、うん、これはもうディープアープルの曲で有名な、When a Blind Man Cries。うん、歌ってるのはもちろんイアン・ギランで、はい、これはライブ・アット・アブソリュート・レディオ・バージョンと言いまして、うん、まあ、イアン・ギランが、まあ、ディープアープルのメンバーとあんまり関係なく、はい、新たに、まあ、リレコーディングしたものなんですけども、うん、これ何に入ってるかっていうと7月13日ちょっと前なんですけどもね、はい、Who Cares という、アルバムが出まして、うん、これはイアン・ギランとトニー・アイオミのプロジェクトバンドの名前なんですけども、もともとイアン・ギランとトニー・アイオミの結びつきっていうのは1984年にね、うん、ブラックサバスのアルバム Born Again でね一緒になってアルバム出して、以来2011年にですね、彼らは、まあ、ちょっとチャリティーのシングルとして Out of My Mind という曲を出したんです、はい、で、この時に、まあ、そのプロジェクトネームは何にしようかということで Who Cares という、名前のプロジェクトネームにして、うんうん、まあ、そのシングルを出したわけですけども、まあ、その Who Cares に関わったメンバーとしてはヒムのね、リンダ・リンドストローム、それから元メタリカのジェイソン・ニューステッド、それから、まあ、ジョン・ロード、それからアイアン・メイデンのニコ・マクブレインというね、うん、そうそうたるメンバーが、この Who Cares に関わりまして、まあ、曲をレコーディングしたんですけども、今回ご紹介したその When a Blind Man Cries イアン・ギランバージョンは、今回のその Who Cares の2枚組のアルバムに収録されていて、はい、この2枚組のアルバムというのは別に Who Cares の曲ばかりだけじゃなくてですね、例えばブラックサバスのゼロザヒーローとか、はい、それからトニーアイオミでフィーチャリンググレインヒューズのスリップアウェイとか、それからイアンギランのみというかギラン名義でドントホールドミーバックとか、はい、それからイアンギラン名義でシーティンクイッツアクライムとか、うん、まあ、そういったそのちょっと珍しい音源がいっぱい入っていて、ほうほうほう、で圧巻なのはですね、ディスク2の一番最後にディープアープル名義でディック・ピンプルっていう曲があるんですけども、はい、これはなんと10分近い曲で、ほうほうほう、で、このディープアープル名義のディック・ピンプルのそのディープアープルのメンバーっていうのはスティーブ・モーズが加入してからなんですけども、はい、まあ、一種のジャムセッションをスタジオでやってるやつを、うん、このままアルバムに収録したんですが、その冒頭にはですね、かなり長い時間そのスタジオでみんなでこういろいろ喋ってる、はい、とジョン・ロードのもう生前の声がずっと入ってたりとか、非常にレアなトラックなんですけども、はい、そのディスク2に入ってるのが、このイアン・ギアンが歌った When a Blind Man Cries ということで、今週の1曲目にご紹介したわけですけども、まあ、とにかくイアン・ギランとトニー・アイオミ関係のレア音源を2枚組 CD に集めたのが、この作品でございました。なるほど。で、まあ、7月13日に海外で発売されて、その後1週間ぐらいかなんかで日本にも入ってきて、もう今輸入版市場で売られてますので、はい、ほうほう、まあ、非常にこれに興味を持った方はですね、Who Cares のアルバムをね買うといいと思います、うん、で、特にジョン・ロードのファンなんかは ね、そういったレアな音源がありますので、ぜひ聴いていただきたいと思いますけども、ヘビーメタルシンジケート、今月の1曲目は輸入版でね久しぶりにご紹介しました、 Who Cares、 そしてフィーチャリングイアン・ギランで When a Blind Man Cries をご紹介しました。ヘビーメタルシンジケート Burn presents Ian Gillan You are listening to Keep on rocking Rocking listening keep on to Heavy metal rock on Burn Syndicate's Heavy metal rock rock Ian Gillan Hello